これはトントロ。今日はね、また早朝からちょっとカルボナーラを作ろうと思ってるんだけど、グアンチャーレってまあトントロだよね、ほとんど。意外と結構盲点になってるんだけど、カルボナーラはトントロでやるのが一番いいんじゃないかなと思って、トントロをグアンチャーレに近づけるために少しハーブをこれに入れて少し塩を足して即席でグアンチャーレを作ってしまえば本当に美味しいカルボナーラができる。どうしても欲しかったのがこのトントロの油、これがパスタ油と混ざって乳化されてもう数段上のカルボナーラができるっていう。一回作ったっちゃ作ったんだけど、50g ぐらいかな、これ。セージパウダー、ローズマリーパウダー、これはまあちょっとオレガノが好きだからオレガノもちょっと塩分、これ熟成されてないけど本物のグアンチャーレかなり近い。トントロだからねすごい美味しいんだよ、そのまま食べても。カルボナーラとかパスタは全部そうなんだけど、作り始めると早いからね。まあここにもうチーズを混ぜるんだけど、本当はね、ペコリノロマーノ、こんなもの家にないから、普通パルメザンチーズ、これとりあえずね 40g ぐらい入れたい人はここでペコリ、ペコリーノおすすめ。なんでかっていうと、これねすごい塩分が強いからね、長持ちするし、しかも美味しいし、これが入るとねまた全然ちょっと風味が良くなる。カルボナーラ好きはもうね絶対ペコリーノ家にあると面白い。ここにパスタ油が入って、まあ絶対失敗しないようにねなるから、ニンニクを入れる入れないっていうのもあるんだけど、パンチェッタとかグアンチャーレにはニンニクの風味も入ってる可能性が高い。ここで潰しちゃえばいい。すごい、ただのトントロなのにイタリアの香りがする。まあイタリア行ったことないんだけどね、まあ弱火でじっくり、すごいいい香り。かなり油が出てくるんだけど、このね油が欲しいんですよ。ローマ人のカルボナーラを見てるとね、この油の海にパスタをねぶち込むんだよね。もうねこの時点でめちゃくちゃいい香りがする、ものすごいいい香りする。大体こんなもんでもう十分カリカリいい感じのグアンチャーレができました。ニンニクはね別にそのまま俺ね好きだから食べたいんだけど、まあ、ちょっと外しておきましょう、怒られるからね、カルボナーラ動画で下手なことすると。でまあもうこれはできたんで一旦火を止めちゃっても OK。 パスタ油は 1500cc、 塩はね 1% 未満にした方がいいかもしれない。なんでかっていうと、もうこっちがしょっぱいから。まあでもまあ 1% 未満。5分ぐらい茹でたパスタ油を 80cc ぐらい、大体ってね、こんなもん 80cc。まずここで肉から出た旨味と乳化させて絶対失敗しない。でこれを入れる。でこの時点でまだ火はついてない、全然こんな状態、超弱火。あれだ、これ入れるの忘れてた、カルボナーラにすごい大切な、危ないよ、これ入れるの忘れてた、超弱火です。絶対ボソボソになったら終わりだからね、絶対に強火にしちゃダメ。もうちょい、もうちょいだね。よし、オッケー、もうオッケー。もうこのぐらいでいかないと。よし、じゃあ早速いただいてみましょう。ほーら。やっぱカルボナーラ美味しいよ。このグアンチャーレが、グアンチャーレじゃなくてトントロですね。グアンチャーレって言っても絶対バレない。全然肉の臭みも出てないし、でそれの旨味が詰まったカルボナーラ、もう数段上。Good chicken.